資本木書南蛮文字 1217AD 資本木書南蛮文字資本木書南蛮文字とは1217年に南宋の泉州で書かれ日本人像の吉政によって日本に持ち帰られたペルシア文字の四句が書かれた文書である国の重要文化財に指定されている日本に現存するペルシア語の文書としては最古のものであるここに書かれた三つの詩は共に イランの著名な詩人の作である。第一文前半は、ファフルティーン、アサド・グルガーニーの女子詩、ビースト、ラーミーン。第一文後半は、フェルド・スイーの女子詩、シャー・ナーメ。第二文は、ラシード・ティーンの終始からの引用である。第二文の詩の出典は、2020年まで不明であった。文字の解読が困難であり、研究者たちが試行錯誤し、 様々な解釈を行っていた。しかし現在は、三つの詩すべての出典が明らかとなった。第二分の詩は、シャーナーメに登場するイランの神話上の人物イラジが父、ペリルーンに永遠の悲しい別れを告げる場面を語っている。これらは、スイフたちが船旅の際に読み合っていたとされる有名な詩である。7センチメートル。 長辺5 0 0トルの長方形の漁師に、ペルシア語の文章が、長辺を横にした横書きと、短辺を横にした横書きで、それぞれ4行ずつ、毛筆、墨汁で書かれており、さらに、吉政の自筆による漢文の言葉書きが、短辺を横にした縦書きで付け加えられている。書体は、当時最も一般的だった、ナスフカラダである。長辺を横にした横書きの行は、 前半2行が、ファフルティーン、アサド・グルガーニーの叙子詩、ビースト、ラーミーンからの引用。後半2行がフェルド・スイーの叙子詩、シャー・ナーメからの引用であることが判明しているが、短編を横にした横書きの4行の出典は、明確ではなかった。漁師の寸法は、鎌倉記の文書としては、平均的なものであるが、和紙か、創始かは不明である。このゼミナミ版、ママ、 文字なりなむ社会如来なむ阿弥陀仏なり、両三人、伊藤津戦場持ち所の、未時大僧家庭十年定中戦染島、ママ、昨日、南番、ママ、三方名、派ふつたらほたら無引くため、そ使い本、朝弁を正前案、霊所の、彼を正こと、香るインドの風ゆえなり、砂門、ママ、吉政近畿の吉政の式語式語によれば、この文章は、吉政が、 私宋中の南宋家庭10年、先週の戦場において3人の異国人と出会い、彼らに南番文字で、ナム迦家如来ナム阿弥陀仏と書いてもらったものである。吉政の死である、弁護士王がインドに深い憧れを抱いていたことから、土産とするために記号してもらったものだという。なお吉政は、南番を、南番と書いている。ただし、実際に書かれている内容は、仏教ともインドとも、 関係のないペルシア語の宿である。当時の先州は国際貿易港でペルシア人が居留地を作っていたことから吉政が出会ったのはペルシア人貿易商人であったと考えられている。両恵ゆかりの戸賀の鉱山寺市院の方便地院に所蔵されていたが明治維新の頃に流出したと言われ、その後に京都の実業家で諸賀収集家の山田英年が入手した。 1934年1月30日、資本牧書南番文字、吉政商人の式語ありとして、国宝保存法による国宝に指定された。1950年、文化財保護法施行により重要文化財に指定変更となる。文化庁の国指定文化財等データベースでは、所在都道府県は京都府、所有者は個人となっている。南番文字という故障は、 吉政の式語に基づくものであるが、実際にはペルシア語であることから、ペルシャ文と呼ぶべきだとする見解もある。この文書に初めて着目し、それがペルシア語で書かれた詩であることを指摘したのは、当時京都帝大文科大学講師であった東洋市屋の羽田徹である。羽田によれば、この文書は京都帝室博物館に出陳されていたが、注意を引いてこなかったという。 羽田は、たまたまこの写真版を見て、それが、ペルシア文字であることに気づき、1909年10月31日、京都帝国大学法科大学において開かれた、私学研究会例会において、日本につてわれる、ペルシア文についてと題する講演を行い、解読と英訳を示した。なお、この際、羽田は、吉政の経歴について、新村伊鶴から教授を受けている。 この時点では出典は不明であったが、翌1910年4月、羽田は東京外国語学校教授であったインドのアブデルハーフィズムハンマド・バラカトゥルッラーから第一文はシャーナーメからの引用ではないかとする示唆を得ている。しかし、この時点では正確な出典は突き止められていなかった。また、羽田とほぼ同時期に真の新玉もこの文書に着目し、 1909年、上海発行の美術雑誌、新州国密集第10集第4号において写真版を紹介した。この不鮮明な写真版を見た、フランスのポール・ペリオは、クレマン・ユアールとエドワード・デ・ニソン・ロスの助力を得て、ジュルナル・アジアティック1913年7.8月号に、自らの解読結果を発表した。ただし、ペリオらはこの仕組み、 シャーナーメからの引用が含まれていることに気づいておらず、平凡、しかも不正確な詩で漢字の吹きがなかったなら発表するだけの価値もなかろうと評している。1967年、テヘラン大学留学中のペルシア文学者、岡田恵美子はイランの研究者に写真版を紹介した。この写真版を見たモジュタバーミーの B は、 第一文は一見すると四行詞のように見えるが、実際は前半二行と後半二行で因律が異なっており、後半は因律からシャーナーアメから引用と見て間違いないが、前半は別の詞からの引用であることを指摘した。ペルシア文学者の黒柳ズネオは、第一文の後半二行がシャーナーアメのゴシュタースプローチよからの引用であることを突き止め、 1977年7月、イランのマシュハドで開かれた、フェルドゥスイー国際会議において発表した、シャーナアメにおけるフェルドゥスイーの宿命感の中で、この事実を紹介した。1988年、岡田恵美子は、11世紀の詩人ファフルティーン、アサド・グルガーニーによる、秘伝物語、ビースト、ラーミーンを翻訳中、第1文の前半2行が、ビースト、 ラーミーン第77章からの引用であることを発見した。アラブペルシアの詩は、各ツイクごとの構造上、意味上の独立性が強いため、長大な作品から一ツイクのみを取り出して鑑賞することがしばしば行われる。なお、シャーナーアメ、ビースト、ラーミーンともに現在に伝わる本文とは、多少の異動がある。第2文の出典については長らく議論されている。 古文書学者の大井の37彦は、ルバーイー形式の4行詞であることから、ウマルハイアームのルバイアートの一文ではないかと推測したが、黒柳つねおは、陰率が崩れているとして否定している。中東文化研究者の杉田秀明は、古典の引用というよりはむしろ、その場において、即興で読まれたものかもしれない。民用形式に由来するその陰律は、日本の和歌や俳句同様、 即興にもよく適するからであるとしている。また、式語には、南番三方名ハフツタラホタラム引くと読み取れる箇所があるが、その意味は明らかになっていない。中東史研究者の小林元は、ハスタラを、ムスタファ、ホトラムを、フトラーム、引くを、ベックに否定すれば、ムスリム名だと解釈することができるのではないか、としている。また小林は、ハスタラを、 ムスタファすなわち、ムハンマドの異名、ホトラムを、フトラートすなわち、ムハンマドの成立ない思し水士、ヒクを、ベックすなわちイスラームの協約者に対する継承と、解釈すれば、イスラームにおいてみほ、すなわち、普通、法、層に対応する言葉だと解釈することも可能である、としている。ジャハーン、エーコーラミバーカースナ、マノット、ビースト、ラーミーン第77章において、 ヒロインのビース王妃が、道ならぬ恋の相手である王テラーミーンに送った、手紙の一節である。原文は、うるわしの春は誰にも長くはとどまらない。世は、ある日与え、ある日奪い去る。であり、一部の語句は異なるが、意味は変わらない。ジャハーンやドガーエ S ・スティマーラフタニー、シャーナーメゴシュタースプ王の巻において、王の息子イスフィンディアールと、英雄ルスタムが戦うに際し、 例長、スイームルクが、ルスタムに忠告にしたのに対して、ルスタムが答えたセリフの一節である。後半は、原文は、前項の他世界には何もとどまらない。ガーダーアゲル、AM ーゼイモハットカハドバットや、ニーケカリックガーダド、イン、チャーク、イー、コップットルバーイー形式の四行詞であるが、韻律はかなり崩れている。また、 第一文に比べ書体の崩れが大きく、判読が困難で、特に一行目と三行目は、判読によってかなり解釈が異なる。なお、インドの遺跡における、ペルシア語の碑文の著者である、モハンマド・アジャムは、次のように述べている、異国人がペルシア語の詩を暗記していたことは、これらの詩が有名であり、かつ重要なものであることを示している。三つの詩とも、イランの著名な詩人の作である。 第一文は、ファフルティーン、アサド・グルガーニーの女児誌、ビースト、ラーミーン。第二文は、フェルドースイーの女児誌、シャーナーメ。第三文は、ラシー・ドゥティーンの終始からの引用である。第三文の詩は、シャーナーメに登場するイランの神話上の人物イー、ラジが、父フェルドゥンと永遠の悲しみの別れをする場面を、語っている。つまり、1、ガーダー上げる。アゲル A.M. モーサー・エーラット・ e、カハド・バット・イヤク。私の死の時が訪ればに、ローション・コナム・イン・ジー・デ・ビ・ディー・ター、E2Z、ウーディー・イヤク。そなたに会い、あの世でのそなたとの再会を喜ぶだろうさん。パガービー・コルフ・ガーダ・ド・アース・イーコ、プットイヤク。4、ベドラット・イーマニ・エース・ティ・トーゼ、マン・ベドラット・イヤク。さあ、お別れの時だ、さようなら、そなたの無事を願うと読めるという。<bit> 作者は、回る天輪、青い天について述べている。作者の意図としては、有名なことわざである。山と山は出会えないが、人と人は出会えるという思いを主張しているのだということで、ある。ありがとうございます。